はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定エヴァンゲリオン新劇場版プログレッシブナイフです。はい、もうエヴァは完結済みですが、光る鳴るプログレッシブナイフがなんと新作アイテムとして登場しましたね。こっち側シンジ君なんだ。価格は 13,000円で、ネルフのマークもありつつ、全長32センチの劇中バランスを追求した自分がエヴァンゲリオン初号機になりきれるアイテムなんですよね。しかも台座が使徒のコアになってるってことで、いろいろ気になる。ではレビューしましょう。僕は初のなりきりワールドイベントの時に展示されてたエヴァンゲリオンドライバー、あれが商品化されるのを待ってるんだけど、この辺のアイテムが布石であってほしい。あ、折りたたまれてると結構コンパクトっすね。なのでシャムシエル戦、まあ、第4使徒とか第5使徒とかいろんな呼び名がありますが、なるほど、ナイフ突き立て状態ができるんだよね。めっちゃコアなんだけど、成型色でこんな色出せるんだ。で、こっちがプログレッシブナイフで、おお、ここのめくり部分がちゃんと稼働しますよみたいな、それが売りだったんだけど、なるほどね。肩幅内部にセットされてて、蓋が開いて取り出す際にこういう風に稼働してから、ナイフがこのくらい、あ、ここはロックしないけど、これくらいの位置でロックされて、で、初号機が、こう、右で持つと、ガチッと。おー！すげー！ちょっと気持ちいいじゃん。まあ、でも意外と、あれなんだな、成型色メインで、塗装抑えめなんだな。そして、コアスタンドにぶっ刺して、あ、しっかりはまるね。あげることで、まるでシャムシエルに突き立ててるかのような状態でディスプレイ可能と。すごいしっかりね、ロックされるから、差し心地もいい。じゃあ電池も入れようか先に。シンジ君とか、ミサトさんのボイスも入ってるようなので。あ、待って、電池最初から入ってるわ。LR44 が格納済みだった。で、電源オンすると。ナイフが肩アーマーから、出てきて取り出す音か。スピーカーここ。32センチっていう全長サイズ自体は最近デラックス玩具でも普通に30センチ以上あるので、そんなに大きい感じではないね。ナイフ展開状態でぐるっと見回すとこうで、下側の小さいボタンが押すことができて、こっちは固定なんだ。で、こっちが A ボタン。うん。反対側が B ボタン。そしてグリップ周りはブラックの成型色にグリーンの塗装パーツでスピーカー穴。なんでデラックス玩具っぽいんだよな。電池蓋は隠されてるとはいえ。で、このあたりも成型色で艶消しになってて、で、ここはクリアパーツの軟質、成型色のグレーに SHV と文字があって、で、あえてこの辺はネジを見せている感じかな。で、裏側にロック解除ボタンがあって、ここを押すことで、このように回転して、格納状態に変形することができて、で、変形の際に、ここがカチッとね、これなんか設定通りらしいね。稼働するようなデザインでありつつ、格納状態の見た目はこうなっております。なんで、こう来て、こう来て、ガチャンからの、こうね。ちょっとテンション上がるなぁ。変形音とか、ならないんだ。あ、ならないわけね。A ボタン単押しで、シンジセリフ。B ボタン単押しで、ミサトセリフなんだけど、攻撃とかは、長押しだ。A ボタン長押しで攻撃。おぉ、ここすごいね。刀身部分が綺麗に光る。で、7音目を鳴らした後に、ここ長押しするとまた変わるって。で、一旦セリフ鳴らして。音でかいな。名言ばっか。乗せてください。
あ、ちゃんと反響してる感じになってる。僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット猪狩慎司です。エンジンシールド全開。これが7音目なんで、ここから長押し。今のが AT フィールド展開音だって、と同時に発光と。おお。まあ、でも AT フィールドを攻撃してるような音にも聞こえますね。さらに8音目。あ、ちなみに13音あります。綾波を、返せ。あー、いっちゃん盛り上がるところ。歯はマジで最高だった。まあ、僕はシーンも好きだけど、旧当時はね、やっぱ、みたいな。この内容みたいな感じだったよね。まさかの新エヴァまで全部行くんだ。1音目のおなじみセリフに戻ります。この状態で長押しすると、あ、やっぱり7音目以外は普通のナイフ発光起動音的な感じなんだ。ミサトさんセリフ行く前に B ボタン長押しで BGM。 うわーわー、これセリフは？知らない天井目標を失うのに聞かせてください。僕はエンジンシールド全開。おお。綾波を返せ。っていう風に重ねて BGM に遊べるって。総員第一戦闘配置。おお。それ BGM 止めるか。で、ミサトさんボイスが14音。発信！てぃでってでぃてってでぃてててててはならないね。BGM は1種類か。エヴァンゲリオン初号機、リフトオフ！ダメよ、逃げちゃう。お父さんから。何よりも自分から。これが、首都専用迎撃要塞都市。第三神道教師。私たちの町よ。そして、あなたが守った町。フロア命の選択よ。自分の子供を信じてください。私も初号機パイロットを信じます。シンジ君、今一度日本中のエネルギーと一緒に私たちの願い、人類の未来、生き残った全ての生物の命、あなたに預けるわ。頑張ってね。待つ気はないわ。奇跡を起こすのよ、人の意志で。この世界はあなたの知らない面白いことで満ち満ちているわよ。楽しみなさい。まあ、このセリフの後にアスカはひどい目に遭うんですけどね。この辺の落差やばかったね。生きなさい、シンジ君。誰かのためじゃない、あなた自身の願いのために、っていう風に言っといて、もうエヴァに乗らないでとか言って Q でひどいこと言ってくるんですよ。あの、説明もせずに、いや説明しろや誰かみたいなね。これまでの全てのカオスに蹴りをつけます。必ずサポートする。頼むわ、シンジ君。まだまだ。だから組み合わせて遊べるのか。総員第一種戦闘配置、発進。エヴァンゲリオン初号リフトオフ、エンジンシールド全開。あ、こういう風に遊べるんだ。あとは AB ボタン同時で特殊音声。シャムシエル戦だ。新劇場版的には第5子と。これを使えってことだよね。なるほど。なので一応攻撃音も入ってるは入ってるんだけど、結構基本は
セリフを楽しんでねっていうスタイルなので、自分が初号機になりきるなら、攻撃音がいろいろ鳴らせるのが基本で、そっからセリフが乗せれるよみたいな、そういうのがあればよかったけど、攻撃音要は2種類ぐらいしか入ってないもんね。意外と音声を聞く要素が重要視されてるアイテムになってたな。まあでもエヴァンゲリオンのさ、こういうアイテム珍しいから、とりあえず自分が初号機になりきれるような商品になってるのは、こうね、こう来てこう来て非常にいいと思います。まさにジョでこういうシーンがあったんで。以上、エヴァンゲリオン新劇場版プログレッシブナイフの紹介でした。